今回は AI ツールのヘイパイを使って英会話の練習をする方法についてご紹介します。英語を話せるようになりたい方は最高の学習ツールなのでぜひ最後まで動画をご覧ください。では早速 AI ツールのヘイパイの使い方についてご紹介します。まずはヘイパイのサイトにアクセスします。サイトの URL は概要欄に貼っておきますのでそちらをご確認ください。 ページが表示されたら、使い方は簡単です。話したい英語を入力するだけになります。まずは私は英語の勉強をしたいですという意味の I want to study English と入力して Enter ボタンを押してみます。すると AI がそれに対する答えを自動で返してくれます。右下の音声ボタンを有効にすると実際の英会話のように音を聞くことができます。Great! 英語の発音も非常にわかりやすく、これをするだけでもかなり英会話のスキルが上がりそうですね。ちなみに Enter ボタンを押すと AI が回答を作成してしまうので、長い文章を入力したい場合には別のメモ帳などに書いてからコピペすることをお勧めします。返ってきた内容が理解できない場合には翻訳ツールを利用してみましょう。 翻訳ツールは DeepL というツールが精度が高いのでおすすめです。DeepL のリンクも概要欄に貼っておきますのでご参考になれば幸いです。DeepL のページが表示されたらコピーした英語のテキストをそのまま貼り付けます。そうすると一瞬で日本語に翻訳してくれます。一つ一つの英文の内容を理解しながら会話を進めることができるので英語のスキルが上がりそうですね。できれば 自分で英文を作成した方が力がつきますが、慣れるまでは、DeepL のような翻訳ツールを活用するのもいいと思います。先ほどの会話で、英語の改善したいジャンルを聞かれていたので、リスニングと答えてみます。Absolutely.There are a few things you can do to help improve your listening comprehension.One thing you can do is listen to English language podcasts, or watch English language television shows or movies with subtitles. This can help improve your ability to understand spoken English. Another thing you can do is practice listening and repeating back what you hear. For example, you could listen to an English language podcast and then repeat back what the speaker said. This can help improve your ability to hear and understand spoken English. どんな質問でもできるので英語を勉強したい人は兵配イイを使うだけで良いのでは、とも思ってしまいますね。リスニングの練習をもっとしたいので、ずっと話していてくださいと英語で伝えてみました。優しさのあふれる回答ですが、少し期待していた内容とは違いました。 なので、英語を話し続けてくださいと指定してみましたすると、ロンドンについて話をしてくれました。 文章はだいたい300文字程度でストップするようです。なので止まったら話し続けてくださいの意味で、キープオンスピーキングと入力してみました。すると話を続けてくれます。All right. I'll keep talking about London. One of the best things about London is its history. You can visit places like the Tower of London, where you can learn about the city's fascinating history. Or you can visit Westminster Abbey, where many famous people have been laid to rest. こんな風に活用することでリスニングの練習が永遠にできます。無料でこんな最強の英会話学習ツールが使えるのは最高ですね。いかがだったでしょうか。今回の動画がいいなと思った方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。 このチャンネルでは AI に関する情報や Web のお役立ち情報を発信しています。また現在、プログラミングやプロンプトエンジニアの学習をしている方向けに、現役のエンジニアに質問し放題のサービスを運営しております。詳細のリンクは概要欄に貼ってありますので、そちらをご確認ください。それではまた別の動画で。